はい、えー、お疲れ様でございます。次はね、代々木公園で石を売った話をしましょうか。これはね、石の単価は300円、2つ売って600円だったと思うんですけども、これはね、即可塾の熟成んの前で売ったんですね。で、2018年から2019年までの間で、私は47都道府県全国あんぎゃ熟成産、視聴者さんに会う旅ってのをやりました。これはコンプリートして、本当にね、1年半以上かかったんですけども、47都道府県全部行ったんですよ。 北北海海道道も行行ききまましたし、したたはね、2度行きましたね。度沖縄は1回だったんですけども東京はね 2days になりましたえっ、ー、とね1日でね100名弱のお申し込みがあったんで2日に分けて昼と夜って感じで 2days で昼と夜、発やったんですよね。その中の1回なんですけども代々木公園で待ち合わせをするという形だったんですね。 でえー、っとまあ待ち時間がずっとあって熟成さんは早めに来る人は集まっていたんですけどもそこでハワイで石を売る話がすごいですねっていうふうなあね話題を持ちかけてきた熟成さんがいてあの今この代々木公園で目の前でできますかみたいな話になったんですよ、まあ、こんなぶっきらぼうな進め方ではなかったんですけどねで私もダメかもしれないけどちょっとやってみようかなと思ってねあの代々木公園でちょっと落ちてる石を売れないかなと思ったんですよもちろん全然知らない人に対してですよ で、細かいアプローチとかここでははしょりますけどもねとにかく落ちてる石を拾ってその拾ったところを見てるだろうなっていう人に対して300円で買いませんかってお話したんですよらやっぱり買うわけないですよねでやってもみんなねそんなのうまくいくわけないじゃんっていうことなんでダメでもともとなんですよダメでも全然恥をかかないんですけどもうまくいったらすごいなってなるじゃないですかですんでねまずは断られたんですよ で断られたんんでですすけどもその後が肝心なんですよこれもねはしょってお話ししますとあの目の前に落ちている石を拾ってきた人にその変な人にね「300円でこれ買いませんか?」って言われてその石を私に300円払ってその石を持って帰ったらどうなると思いますかっていう話をしたんですよ。そしたらそんな珍しい体験をしたってことをねいろんな人に話せますよ。ね急にあなたは目立ちますよっていうふうに話を持ってったんですよ。確かに 生涯でで経験することないでしょうね落ちてる石を売り込まれましたとかねラッキーストーンでもパワーストーンでも何でもないやつですよただ落ちてる石ですから適当に拾ったものを300円で買いま,した買いませんかって言ってそんな石を持たされたわけですよで実際それれは売れたんですよねその方は多分イメージの中で「そんな変な体験をしたこと本当かな?」っていうふうに話した時周りの人に言われると思うんですよ。その時に石を取り出して「これがその時買った石だよ」っていうふうに話すと思うんですよね。 で、そういう話をした後でこれよかったらね友達のためにもう1個買いませんかっていうふうにすぐに私が申しかけたらまあ2個買っていただいてでな600円ねお支払い頂い,いて売れたよねっていうのを皆さんにもお見せしてわーすごいってなったっていうエピソードですね。あのはずいぶんはしょってお話ししましたけどもここで何が言いたいかっていうと人がねこの興味を引くポイントっていうのがあるわけですよ。 でそれっていうのは初対面とか出会って間もない人にはなかなかねこう切り込めないところではあるんですけどもあの心の隙間ってのができるんですよそれは断られた後にできるんですよねというのが通常の人っていうのは何かを持ち帰られた時に脳って言うんですよでできれば人っていうのはイエスって言ってあげたいんですけども脳って言うんですよ脳っていうのにはものすごくね抵抗があるんですよね、うん、でごめんなさいすいませんっていうふうにあの 断り方が丁寧であればあるほどその人の心の中には隙間ができるんですよ。断っちゃって申し訳ないですねっていう隙間です。そこに対してどう切り込んでいくかによってその心の隙間に空いたあの断っちゃって申し訳ないですねっていうところにだったら代わりにこれやってよっていうのが通りやすいんですよね。それをまあ使ったっていう話なんですよ。これはねあのセールスででももよくあるんですけども 例えば5万円のものを売り込んでいって大抵断られますよね。まあ5万円のものを断るのはしょうがないよねってことでじゃあこの3,000円のはどうですかって言ったら大抵売れるんですよ。でも逆は売れないんですよね。3,000円のものを紹介して安いから売れるだろうと思った後に売れなかった売れたどっちでもいいんですけども5万円のものって売れないんですよ実は。でというのが3,000円のものを買ってあげたからいいでしょってことになって5万円のものは断りやすくなるんですよね。こっちがあるから5万円のはいいですと。 あとは3,000のものを断ったってことはそれ以上の金額のものはもっと断りやすくなるって心理があるんで全く逆なんですよね。でそういった心理テクニックを使って売ったってことなんですけども心理テクニックっていうよりもこんなの学ばなくてもねみんな身についてることだと思うんでそれを使う勇気があるかどうかっていうことなのかなと思いますよね。まあそんなとこでございます。何もも不思議ななことではなくって、誰もが多分、 あ、それはありえるよねってことを実際にやった人とやってない人の差ができたっていうことじゃないかなと思いますまあ、ハワイで石を売ろうともねあの代々木公園で石を売ろうともねその石を売ったっていう、うん、経験とそのもらったお金これを比べるとどっちが大きな価値があるかっていうと受け取った300円とか600円とか1万とか2万にそんなに価値はないです。その瞬間なくなるんでねでもその体験をしたっていうのは売った方にも買った方にも双方にも 一生使えるメモリーになってそれがだから情報の在庫なんですよ体験の在在庫庫ななんんでですすよよ体験そういったものを積み上げていく人生は年を取れば取るほどものすごく魅力的になっていくんですけどもそうじゃなくってなんかそのいわゆるねあの強烈な思い出ができない人生ってのはまあ,あ,あ年を取れば取るほどただ衰えていくだけの人生に入っていくってことなんじゃないかなと思いますよね。 うん、若い頃こんなことしたよとかね30の頃こういうことした四40の頃こういうことしたよって言って大抵の人が、まあ、そんなん誰でもしてるじゃんってものはもう全然尖らないんですよそうじゃなくてこれはなかなかないだろうっていうね、うん、できればそれがいいことであったりとか工夫した結果大したもんだよねっていうふうに思われるものは、うん、いいと思うんですよ、うん、でも残念ながら私の聞き及ぶところ人はね 昔嫌な目にあったとか、こんな悪いことをしたみたいな、黒歴史について、いわゆる黒歴史っていう言葉があるじゃないですか。黒歴史ばっかり喋るんですよ。それはね、ここ、人の心を冷めさせて、何の魅力にもなんないんで、できれば黙っていた方がいいんですよね。むちゃくちゃ仲良くなった時のその黒歴史っていうのは、あの、場合場合によってはね、ポイントになったりするんですけどもね。うん、まあでもなんかね、自らの悪い悪行とか、嫌な目にあったことを話すことって、まあセールスには全く結びつかないんで、 あまりやらなないいい方がいいのかなとでもねやっちゃうんですよこれをね、うん、自分はこんなひどい目に遭いましたとかっていうのを SNS とかに書いてあるじゃないですかあのあとで物買おうなんて誰も思わないですからねだからもっと希望を与えたりとかね癒しを与えたりするのをスタートラインにするべきなんですけどねそんなところでございますお疲れ様です